久保さん、今回、利根川の理にしましょうか。これ利根川のね、僕ね、あの、このセリフも好きなんですけど、あの、なんだ、あの、うんのね、あの、橋、あの、落ちたら死ぬみたいな。で、でも、落ちたら死ぬっていう綱渡りゲームがあるんですけど、綱渡りみたいなね。で、あの、うーん、みんなね、こんな死ぬじゃないですか、みたいなね。落ちたらどうなんですか、みたいな。 で、で迷ってるんですよ。で、そんな側ね、言うわけですよ。あの、迷ってろ、みたいな。貴重なチャンスを失い続けるんだと。失い続けるんだと。いいか、2000万っていう大金を手に入れるのは、今までいろんなこと積み上げてきて、ようやく2000万にたどり着くんだ。お前ら見てみろと。お前らは、この橋渡るだけで2000万だ。バカ、バカじゃねえか、みたいな。 普通に働いたら2,000万を得るナにどれだけの時間を費やしてきてるのかみたいなねまあそこの話があるんだけどお前ら見てみろとこの橋を渡っただけで2,000万なんだと命をみんな命かけてねあの時間使ってそこやってんだとここで命張れないんだったらその程度だみたいなね, <laughs> ねその2,000万っていうのはそれぐらいの重みがあるんだみたいな話をすごくしててすごくねそういうね説得感しかないんですよね 確かにまあその利根川さんの話の中でまあそのねみんな遊ぶのまあそのそのね映像がいいんですよみんな遊んだからその2,000万を手にして出世構想してる人の絵面があってみんなが遊んでる中その人は受験勉強したりとか遊ぶのを我慢してこう勉強したりとかしてでエリート街道に行ってまあいい会社に就職してまあこうなってるとお前らは遊んできたんだろうと 今まで何もやってこなかった。何も努力もしてこなかったんだろうと。遊んできた。それが今なんじゃねえか、みたいなね。ね。今2000万得てる。上、あのね、エリートになってるやつは何か失ってると。失ってきたんだと。ね。なんかまあそういう話をしてるわけですよ。だからそれすごくね、説得感しかなくて。これね、いいですね。そう。一生迷ってろ、みたいなね。だから今なんだ、みたいな。そう。うん。 これはね、いいですよね。うん。そう。で、カイジはね、その話を聞いて、確かにそうだ、みたいなね。うん、で、行くしかない、みたいなね。うん、そう。だから、僕たちって結局その、なんだろうな。うん、まあ、なまあ、僕もネットビジネスで今、こう、生計を立てられるようになりましたけど、久保さんもそうですけど、結局そこに時間を費やしただけなんですよね。 でも、人が遊んでるとき、人が、例えば、考えていないことを考えたりとかね、人がやらない行動をやってみたりとか、その結果今に至ってるだけであって、別に魔法でもない,ないんですよ。でも、そこだけを見ると羨ましいなと。こいつら楽しやがってとかね。なんか、楽に儲けやがってみたいな思うかもしれないですけど、いやいやと。そういうとやってるよっていう話で。うん。なんかやっぱ、結局その、アーダコーダ指をさす人たちっていうのは、 うん、なんかそこを、うん、気づいてないというかね、うん。まあもちろん一部の人はね、例えば生まれた瞬間から符号ですみたいな人もいるかもしれないですけど、それは本当に一部じゃないですか。まあ孫さんの話が出ましたけど、孫さんもバンチがないところですよね。うん、僕孫さんの話好きなんですけど、バンチがないところでいじめられてたみたいなね。その あのまあちょっと純日本人じゃないですよねだからいじめにもあって石コロナげられたりとかしててうんでも孫さんの好きな話は相当勉強もう自信を持って俺はなんか公園で言ってたんですけどここに来ているね学生諸君らに自信を持って言えると物理的に俺は絶対君たちよりね勉強してきたとうん もう限界の限界の限界まで勉強したと。自信を持って言えるみたいなね。要は自分に勝ってきたというかね。まあ、その自分に勝ってきたことによって、市場でも勝ったっていうね。ほとんどの人は自分にも勝ててないっていうね。市場でも勝たないといけないんだけど、そもそも自分に勝ててないっていうね。うん。あ自分に勝ててないってどういうことかっていうと、まあネットで稼ごうって決めてるけどそのその、その決めたことを守れない、負けるみたいな話ですよね。 うん、だからこのリレーが続くのは本当に僕、久保さんしかいないと思うんで、うん、多分他の人じゃできないですよ。うん、多分本当できないですね。多分だからまあ日本探しても久保さんぐらいじゃないですか、これができるっていう。うん。まあありがたいですよね。まあそこに感謝みたいな話もあったんですけど、うん まあ感謝というか僕はまあラッキーだなっていうところですね。感謝というよりかは。まあそもそもそういう人に巡り会えたっていうね。まあなかなか生きてると巡り合えないじゃないですか。うん。だから久保さんもいろんなお客さんに巡り合ってますけど、多分これができる人と巡り合うことって多分今後もないじゃないですか。だから確率的に言うとすごい確率だなと思うんですよね。うん。だからラッキーだなっていう。でもそのラッキーを引き寄せたのも結局やってきたからなんですよね。 うん、そうまあや,らないやってない人にラッキーもクソも何も来ないですよ、うん。ラッキーパンチもパンチ打たないとラッキーパンチ当たんないですからね。そもそも。<laughs> ラッキーパンチですらパンチ打たないと当たらんと。うんそう。だからね、失い続けてください。で、そしてチャンスを逃し続けるっていうね。そう これいいっすね。世間はお前らの母親ではない。お前ら、お前らクズの決心をいつまでも待ったりはせんと。会社 <laughs>、あ、これいいっすね。ト、う、ネ、ん、川のこの、ここのシーン、僕好きっすね、うん。はい。いってらっしゃい。